ディレータ、モハメド・ディレータは、ジブチの官僚、政治家。2001年から2013年まで同国首相を、務めた。与党第一党の進歩人民連合副党首と、連立与党、支配的多数連合代表を兼ねる。タジュラの生まれ。カイロ、フランスのランスで学び、1981年に、アルジェリア、メディアの職業訓練所を卒業した。 卒業後ジブチに帰国し、国家公務員として働く。1990年初めに、中仏ジブチ大使館の自席大使になり、1997年にはエチオピア大使に赴任。エチオピア大使時代は、アディス・アベバに本部を置く、アフリカ統一機構ジブチ代表も兼務し、エチオピアエリトリア国境紛争の停戦に向けた、対話を呼びかけた。 1999年12月に、ジブチの政党、統一、民主回復運動で内輪もめが起きた際には和解への交渉に応じるよう呼びかけ、翌年2月に協定が調印された。2000年中頃に、ウガンダ大使に異動となったが、2001年2月に、長年首相を務めた、バルカット・グーラド・ハマドゥが、健康不安のため辞任し、その翌月、3月4日に、 イスマイル・オ・マルゲル大統領から首相に指名され、3月7日に就任した。今まで彼に閣僚経験はなかった。2003年1月の総選挙では、ムッぷを引き、ジブチ市地区の候補者名簿の1位に掲載された。同年7月3日には、同じくハマドゥが長年占めてきた RPP 副党首のポストに選出。2005年4月の大統領選で、 ゲレが再選されたのを受け、5月21日に首相に再任され、5月22日に新内閣を発足させた。2008年、ディレータは、うんの代表になった。2008年2月の総選挙にもジブチ地区から立候補し、野党が選挙をボイコットしたためんが全議席を制した。ディレータは3月25日に首相を辞任したが、翌日ゲレによって再任され、 そのまた翌日に新内閣を発足させた。2011年4月の大統領選でゲレが参戦を果たした後の5月11日、ディレータは首相に再任された。ゲレは5月12日に発表した新政権で長期にわたって大臣を務めた多くを外したが、ディレータは留任させた。しかし、RPP 指導部の刷新の一環として、2012年9月には、 RPP 副党首がアブドゥルカディール・カミール・モハメドに変わった。2013年3月末をもってディレータはカミールに首相職を譲った。ありがとうございます。